皆さん、こんにちは。時刻はこちら、夜なんですけども、2023年8月の18日、21時、現在34分。まあ、先ほど阪神タイガースの試合が終わって、横浜ベイスターズの選手が、二塁へ進塁しようとしたときに、まあ、阪神タイガースの選手の送球で、最後の正面からの映像に関しては完全にセーフだったんですけども、それをアウトという形にしてきた。で、斜め後ろからの映像とか横からの映像だったら絶対わからないんです。あんなの。まあ、真後ろから見た方が良い時もあるし、セカンドの場合は、ライトの後方側、から映した方がややセンター寄りで、その角度から見た方が良い時もあります。だけどもね、それテレビに向かって音声伝わったりとか、試合の勝ち負けに関わってる人間に、そんなめちゃくちゃにジャッジされて怒るなっていう方が無理でしょ。テレビに向かって言った現場に伝わってるんですから。もうその本当の話しましょうよ。で、その主審とかもね、テレビで放送している以上、国民の税金が混ざり込んでるという自覚あるのかどうか、プロ野球業界がね。で、そのスタジアム自体が、まあ私のホームページ、淡井圭介の履歴の48番にインターネットでね、しっかりと開示されてるんです。これは公文書公開ということで、各スタジアムの土地代、建物代込みで、いくら使ったのかっていうところね。で、途中で改修工事が入ったらもうお手上げ。本当はいくらなのかわからない。例えば、浦和レッズ、埼玉県の、700何十億円。で、神戸ウイングスタジアムなんて300億円ほどなんですけども、それも円高の時。で、阪神淡路大震災があったのに、全壊した建物を解体していなかった。で、今、テレビに向かって怒った時に警察官が来てるんですけども、4名ほど。これね、主審のジャッジとかでね、めちゃくちゃなことして、まあ審判の。スポーツ業界の人間が警察官とかになってるでしょ？これいくらでも隠蔽できるんじゃないですか。これが本音。で、それを本当に警察官に聞いてもらいたい、全警察官に。映像で見たら分かりますから、その時の。で、またそういう風に斜めにかかってたのが、太ってる審判。正直言います。太ってる人間、ろくな人間いません。という結論、やっぱり言いたくなりますね、人間だから。これ言うなって言う方が無理ですよ。本当は主審の人たちとか、ね、阪神の選手とかは、ちゃんと証言してるんですから。頭なんか使ってるとかね、本人の。淡井圭介の。で、点数の入り方が2対1だったでしょ。試合中なんか遊んでませんって言ってるでしょ。試合前の、午前中とかで遊んでるんです。で、今日吉田選手が3安打できていたのは、その今日の日付、要するに、寝る前のね、夜中0時00日付変わった時に YouTube でアップロードして内容があるんですよ。それがあるから打ててるんです。もともと阪神淡路大震災の被災者を助けるっていう話で、フルツラーパークに、その当時の国会議員の人とかね、テレビ局の人間とかたくさん集まってきて、なる人様に、皇太子殿下だったなる人様に、テレビ局のことは君に任せるっていう一言いただいてるんです。それ見たことないから知らんからとかで、警察官もすぐに逃げ出しますから。だから警察官が自分たちのしてることの異常性に気がつかないとすぐに精神病院に連れて行くっていう。で、法律の世界の医薬品に関するところの、その規則の方ね、あのホームページ淡井圭介、これ一旦、停止をしてもらって、今から言う番号、ホームページ淡井圭介の履歴の317番のところにある程度の法律名出してます。あと、精神病院についてのところである程度のこと言ってます。それで合致してもらったら、この国自体がもともと異常だったっていうことはすごくよくわかります。だから正直ね、その僕を、その精神病院行きにさせていた警察官とかね、誰が指示出してました？県警本部ですか？
それとも有馬警察署内の判断。有馬警察署内の判断だったら、昔から淡井圭介、僕は二十歳の頃から淡井圭介の件は村木署長対応っていうことになってます。警部補以上の人しか書類書けないでしょ。僕もちゃんと法律分かってますから、刑事訴訟法をね。犯人逮捕して、窃盗犯、警察に来てもらいました。あの時も大変でしたよ。それもう片手でもう通行人に相手取り押さえてる時に、通行人の人に110番して110番してって言ってるのに、誰も110番してくれないんですよ、本当に。でしょうがないから、なんとか片手で相手掴みながら片手で110番しようとするんですけども、無理、すぐに犯人逃げようとするから、でもう結局もう取り押さえるの1時間ぐらいかかって、やっとエコリラの警備員の人とかが出てきて、やっと110番して、で案の定持ってたと、盗んでいたと。で有馬警察署で、調書を作るの協力したんですけども、警部補以上の人しか書けないでしょ。だから僕なんかもう30歳ぐらいの頃から弁護士だし、裁判勝ってるんです。だから何が脱法行為か分かるし、行政がどれほど悪党かっていうこと分かってるから、で巡査とか巡査長の人に法的知識がないなっていうこと分かってるから。で昨年の淡井圭介を精神病院に連れて行った人って共産党の小池さんじゃないですか。こっちで分かってるから、分かってるからって、あの人たちも国からお金もらってる立場で、 C さんとかここの家の横を歩いてます。で、ある程度本当のこと、精神病院とか今までのいきさつとかかなり本当のこと書いてるから、あかん、これ警察の方が悪いわっていうこと分かります。で、だから多くの人間が淡井圭介に対して代わる代わるで挑発行為を言いに来てね、で怒らせ精神病院行きにさせば裁判止まるっていう、こういう形式だったっていうことなんですよ。もう無理、共産党も。その昨年の有馬警察署で車乗せるときで、警察官の服装してなかった人ね、もともと本当は現行法規、現代日本法規で警察官は警察官としての服装を着ていなきゃならない。だ刑事課の人は本当は法律を守ってるんだったら、ああいう私服警察官なんか存在しない、判例がない限りね。で判例があるんだったらその判例出してもらわなきゃならない。ただしそれしてしまうと警察庁の人、今時の警察官の人なかなか 見せてくれないでしょ。現行法規、現代日本法規では警察官は自分が警察官であることを警察庁を見せて実証しなきゃならないんです。名前を覚えてもらわなかったら、これその時の状況とかどの警察官に言ったのって、これがなかったらこっちは無理だから。こんだけ電波とかいろんな人間が挑発行為とかね、ストーカー行為法違反とか、まあ、ストーカー行為違反については春山整骨院来ながらスポーツの勝ち負けとか僕は関わってるから、お金が動いてるから。で学生でも東京オリンピック前に僕は言ってたんです、もう空手とかやめた方がええって言って、暴力振るうやつらが出てくるからって、してることがおかしいって、そういうふうなところをもう僕も剣道とか習ってた方なんですけども、防具つけ始めた時点でやめました。防具代とか高いから親困らせるだけだなって思って。で警察署で柔道とか教えてるでしょ、それは本当はおかしいんじゃないかっていうことを僕も指摘してるし、一般人の人が聞いたらあいつの方が頭おかしいんじゃないかとか、今の一言だけでそう思ってしまうと思ってしまうんですよ。でよく事情を聞いてあげなきゃなんないから、僕の件はものすごく複雑だから。そうで今回その4人の警察官の人が来てくれた時に、その通報で、ね、僕は大きな声で喋ってるからちょっと窓閉めといてっていうことで言われたんですけども、で事例は言いました。こんだけ絡んでくる人間とかテレビ出てる人間が挑発行為を行ってる時点で、これテレビに向かって怒って言うなっていうのは無理だってって、あなたたちだって怒ってる時いっぱいあるじゃない、審判がって、怒って退場って偉そうに、あんないい加減のジャッジいっぱいしてる審判団のくせに、そんな件先に謝りなさいよ、謝罪しなさいよっていうことですよ。でしょ、その人がもともと警察官とかでもそうですよ。もともと警察官とかになってしまった人は敬語使わないから、僕に対して逆、原告は僕、被告は警察官、これだけ間違えて精神病院連れて行ってるんですから。で竹永さんっていう人で有馬警察署で髪の毛染めて現れてましたけども、あの人が店長の時に2000年の頃、秀和株式会社で勤務してたの、2000年から2001年と2002年と2002年店長の頃、
僕に一月の労働時間370時間させていて、別の男性で、まあ、僕と同じぐらいの年齢の吉川君っていう子が店長を怒ってくれたんですよ。この人こんなに働かせちゃダメでしょって。店長あんたでしょって。で、その実態を警察官だったんじゃないですか、その頃から。無理ですよ。警察官は、タンクローリーで灯油の巡回販売、その頃、年末なんか1万リッター売れてるところ、絶対みんな持つんですから。で、しかも賃金の不払いまでしてるんですから。で、その2001年から2002年のかけての2期目に関して、課長で先行ったっていう人も、その人も警察官だった。その人が、西宮市の精神病院の医者になってた。精神科の。もうむちゃくちゃ。で、2001年、東京オリンピックがあったでしょ？夏場の頃。で、夏場大雨あちこちで降ってたでしょ？警察官が、僕は原告側で被害者側なのに、精神病院に連れて行ってるから。で、そこでいた人間は、秀和株式会社で長時間労働させていた課長。店長課長両方とも警察官。絶対無理、こんな世の中。で、それ隠蔽しようとしてた。その崎田さんについては、これね、働いてるときね、1ヶ月に1回ぐらい警察手帳を見せてもらわんかったら、1回か2回ぐらいしか警察手帳を見せてもらったことないから、もう秀和株式会社の人だっていう認識しか僕ら持てなくなってる。だってもう朝からだって現場早い行かんかったら、すごい遠方のコースとか持たされてましたもん。僕その当時西宮ラジオとか月曜日売りに行ってましたから。本当。いいですか？出勤は8時までに出勤しなきゃなんないから、ね。それなりの時間に家、朝7時20分台ぐらいに家出ます。そうじゃなかったら無理だから。もうそのギリギリなんかしてたらいつか絶対遅刻するでしょ？で、終わるの早くて22時30分の世界だから、その会社。それにしようもいいか、一月370時間働かせていて。で、もっと前から淡井圭介本当のこと言ってたでしょ？政府の方が間違えてるって。警察官の方が間違えてるって。一回それテレビで妄想ある程度して、で、警察官の人とかも、一般の人に叱られてますから、街中で。あんたたちの本当のこと知ってるからね、って一般人の人に言われて。だから全部淡井圭介のせいにして、隠蔽しようとして、で、今日の中の警察官も髪の毛染めてる人間がいました。海洋基本法違反。河川、海をケアしてはならないって書いてあるって自分で見たらいいじゃない。あんた僕より年下なんじゃないの。ちゃんと敬語使わないと。警部補以上の人間なんだから。目越しなしで裁判勝ってるっていうことは。あんたたち自分で検察庁に書類回して自分たちで起訴しないでしょ。だから裁判の大変さってわからないんですよ。書類めちゃくちゃ多くなりますし、もうこんな状態放置されたら、訴訟対象が何十件にもなってるんだから。で、両方終わられた時に、話飛び飛びになりますけども、それが、8年かな。事件番号書いてるから、本当に有馬警察署の人も、これ、調べてほしいんですけども、100894。100894。本当に両方終わられてるんですよ。で、いろんな人間が挑発行為を行ってきて、で、一番強烈だったのが21時過ぎぐらいに、オートバイでノーヘルでマフラーつけてないやつが来て、もうものすごい音ですよ。もう我慢の限界来て、もう外飛び出して、そしたらオートバックスの方から別の男4人組が、なぜオートバイの人間と違うかっていうのは、そのオートバイに乗ってた人間はその日の14時ぐらいに僕の横通り過ぎてるんですよ、ノーヘルで。髪の毛染めてるやつです。もう大体髪の毛染めてる人間、もともとヤンキーが。髪の毛染めるのやめれない人間はずっとヤンキーが。絶対悪いことしてる。で、おお、出てきたわ、出てきたわ。って言ってて、そいつはどうせ共犯だって思って、有馬警察署のすぐ横だから、オートバックス、すぐに110番したら、どうとでもなるわって思って、行って、で、男が一人で立ちしょんべんしていて、本当は複数だったんですよ。3人ほどコンテナのところに隠れていて、オートバックスの横にコンテナありますから。で、
立ち証明してたから、あ、こいつかなりまともじゃないよ、もう何も言うやめとこうと思って、もうその横通り過ぎようとしたんですよ。だけども証明のしぶきかかってきたから、そういでもうそんなところで証明するんだって、もうそこにコンビニあるからって言ったんですよ。セブンイレブンのこと、田尾寺駅の、普通言うでしょ。で僕のオチなんか全然ないでしょ。そしたらコンテナのところから男3人現れて、でこっちもまずいって思って、体も鍛えてないし、その当時どう考えても体鍛えていても、そいつらの男2名は体鍛えてるから、明らかに体格見たらこれはまずいと思って、もうとにかく暴力事件なんか起こしたら裁判沙汰だから、ちゃんと警察署行って話しようって言って、あえて同意してるんですよ。でそいつら4人組が、じゃあお前が先頭歩けとか言い始めて、先頭歩いたら後ろ分かんないでしょ、いやそんなの無理だって言ったんですよ。そしたら真ん中歩けって言われて、結局もう4対1だから抵抗できない。で有馬警察署で一緒に話するって言って、その途中でそれ信じてしまって、歩いてる途中で先頭のやつは急に止まって、ぶつかった瞬間前後から殴りかかられて、両側を割られてるんです、こっちとこっち。で神戸大学附属病院に搬送されて、そこで強制わいせつされてるんですよ。で強制わいせつしてきた人間が大瀬まりなっていう人間、自分で調べなきゃならなかったから、いいですか警察官の人たち、全警察官の人たち覚えてくださいよ、日本中のいくら警察署行きましたからね、通報しに。そしたら受け付けてくれなかったんですよ、刑事課の人が。その人も制服着てない、集中治療室でオペが終わった次の日、生まれて初めて股間触れたのは、股間触られたのはそれで、国会で女性の議員か誰が言ってるのか知りませんけども、甘利さんに向かって笑い声で触られましたって言ってるんですよ。で甘利さんはそれ聞いて笑いながらジュース吹き出してるんですよ。でテレビに向かって音声伝わるっていう話は、それ事実なんだから、裁判所の裁判官を認めてるんだから、他の警察官だって認めてる人は認めてるんだから、認めてない人は違法が、裁判所では真実が全て六法全書の一番最初の方から書いてある。で警察官が本気で守ってくれなかった、僕はちょっと狙っぱれんしになるから、エロ業界とか潰そうとしてるから、何回も言ってるし、ずっとそいつらから。だからこの間家の中、これ先ほどね、その4人来た警察官の話で、これ本当に協力してもらいたいんですけど、結局言えなかったんですよ。髪の毛茶色い人が混ざって僕の話を遮ろうとするから、ナチュラルでそうなります。本当にエロ業界のインターネット上の記録を見た時にあるかなないかな、でそれを見た後、まだあるわ、警察官が真面目に仕事してない、行政が真面目に仕事してない、裁判官が真面目に仕事してない、誰だアダルト業界なんか認めた人間はって、裁判官もそんなもん罷免どころじゃないよって、民事の三審等以内の請求をかけなきゃ無理だって、そんな人たちがエロ業界で混んでる人間は裁判官は知るんだから、暴力団なんだから、性暴力組織だってしてるんだから、でそれ確認したら、夜になったら買い物行ったりするでしょ、今度家帰ってきたら家の中にゴキブリ入れられてました。これが本当の話、閉めてる。一番分かりやすかったのは高3年ぐらい前の頃の水屋、台所の水屋、あの中に入れられていた。最初粉が、黒い粉があって何か分からなかったけど、ゴキブリの糞です。だから長い間、だからあそこは密閉空間だから、誰か来て入れんかったら入らない、絶対開けっぱなしなんかしないから。だから淡池ですけど、自宅の鍵を、これ本当にね、民間人が持ってるんじゃないでしょう。もしかしたら行政側の人間で、その違法行為、国が認めてしまってる件、放置してしまってる件を言い出したら、ゴキブリ入れてきて嫌がらせする人間を認めてる警察官とか検察官いません、本当に裁判官とか探したら本当出てくるんちゃいます。209号室の奥田に関しては、もうここは違法側です、絶対に。一回住宅の方で管理するからうんぬんで、家の鍵渡させられてるんですよ。うちの親が、2019年に亡くなってます、死亡届のその本当の書類ホームページに出してますから、そいつに多分渡してからか、州は株式会社で、車の鍵と
一緒に家の鍵でみんな大体つけてしまうじゃないですか。で、大型のタンクローリーが入ってきた時に車を動かさなきゃなんなくなるかもしれないから、鍵ここに入れておいてねっていうポケットがあったから、誰かがそこで複製してる。もうどちらか。淡井圭介のここの2105室の家の鍵どれぐらい出回ってるかわからない。家の鍵一回交換してる。だけどもそうなってる。無理。金額的に無理。そうじゃなくて、昔みたいに、ここの2階のところと、ここ入り口3箇所あるから、ね、広沢さんが有馬警察署来てくれたじゃないですか。元野球の、プロ野球選手の広沢さん。今、監視カメラの会社の役員してます。取締役。もしかしたらもう今代表取締役かもしれない。昔みたいに3つカメラつけてくれたらいいじゃないですか。どこも誰がしに来てるのか、それ本当にわかるから、で、音声も拾えるようにしておいて、本気でそれしましょう。昔それしてたんだから。あ、向こうのエレベーターの方のところに、監視カメラ。それ誰が取り外したんです？僕もナルトのネスタンスリゾートホテルとかに働きに行ったとき、それとも大阪ヒルトンのとき、二十歳ぐらいの頃にそれしてくれてましたよ。あの辺、エレベーターの近く、監視カメラ。いやだからもう警察官も多分違法、かなりの違法行為、本当に訴えられたら世間に本当のことを実名さらされた困るっていう人間が多すぎるんだと思います。平家長時間労働とかさせるから。でフルーツアラパークのレストランカトレアで店長をしていたのは2002年の頃で、そこでも夏場に370時間働かされていて、長時間労働の割増賃金もらってないんですよ。支払いないんです本当に。だからそれかなりの違法行為だから、労働基準局の監督官も刑法使えるでしょ。で、本当はね、僕が二十歳ぐらいの頃に一回六法全書を自費で購入したのかな。確かそうだったと思うんですけども、勉強していて、で、フルーツラーパークも仕事ももう絶対もうこれ、阪神淡路大震災の影響で、その頃、新神戸オリエンタルホテル、現在名称クラウンプラザっていう名前に変わってますけども、外資に変わってます。あのオリエンタル系列はもともと日本人の方で、あの神戸市内のね、ホテルマンの人たちで多分受けしてたと思うんですよ。精神中央とかにもこじまじしたホテルですけども、まあ、新神戸オリエンタルホテルはそこそこの大きさのホテルですよ。神戸市内に3つほどのホテルがあったんですけども、やっぱりもう阪神淡路大震災があったから、あんな状態だと無理だから、経営判断絶対するから、そこの辺とかは営業できてなかったから、ホテルオークラとか浜川のところとかもう道路ぐちゃぐちゃになってたでしょ。車両だって走らせられないところほとんど道路補修しなかったら、だから一時的にお客さんとかが、もう僕はもう政府の方にも言いましたし、その当時の国会議員の人たちに、もう修学旅行行くんだったら、フルーツラーパークに、まあ、宿泊費もあそこは安いですから、6000円ほどですから、一泊。だから修学旅行で泊まって、もう一回現地見た方がいいって、本当に大地震ってあるからって、こんなに悲惨な状況になってるって、まあ、その辺の部分とかもあって、大きな売り上げがあったっていう状況があるんです。高校生とかの、中学生とかの団体の修学旅行は、これは何百人という数で、年間、バーベキューコーナーだけで100件ぐらい来てくれてたんじゃないですか。だから、人数に直そう、何万人？だからそれだけ来てくれたら、それは売り上げありますよ。ある程度はね。だけどもね、フルーツラバークって、税金で300億円近く、使って建ててるんですよ。もう無理、最初から無理設定で、第三セクターって呼ばれてる株式会社神戸ワインに付け回していくでしょ。で、現場の方のホテルマンとかを新栄フーズっていう会社に面倒を見させて、でそこは人材派遣会社を雇うっていう方式。もう上から下へのもう押し付け、ものすごいひどい。もう一般社団法人とかの法律とか損害賠償請求からでいくと、国家賠償法とかでいくとね、その当時の議員さんとかは悪いっていう話になるし、もうこれも有馬警察署の人たちも彼の言う通りだで話進めてもらわないと。それしなかったら、また
高速道路で湾岸線の延長とかで、新長田地下鉄のあの辺のところまで5000億かけて道路作るとか言い始めてるんですよ。人口減ってるのにですよ、少子化がこれだけ進んでるのに。もうむちゃくちゃ消費税は本当に上がりっぱなし、もうなったでしょ。みんな若い頃って 3% だったでしょ。で 5% になって、もう 10% になったでしょ。軽減税率付きで 8% なんですよ、食料品とか。もう本当 10% はこれ消費者の方が無理だって言って、本当にって。で、政府のそういうふうな内容とかと為替相場と僕は本当に関わってますから、でそれある程度のところで言っていいんです。国が大損されたら民間人の方にまで負担来るからなんですよ。為替相場あんまりにも安すぎたらこれいくらなんでもおかしいんじゃないですかっていうこと言っていいんです。総理とかも認めてるんですから。国会議員の人たちとかはそのことを言う方が危ないから、本当はもう何が横領か分かんなくないでしょ。もう本当は国の税金入ってるところ全部横領ですよ。個人的な横領事件だってあるし。本当もうテレビ局なんか合併した方がいいですって。あの災害映像ですけども、以前と同じ内容を本当に放送してます。もうそれ分かったから、ですぐには僕だって思い出せないし、その映像を見て何時間か経過してから、ああ、あれ以前と同じ映像だったわって思い出したりしてますから。だから台風この間の7号って兵庫県直撃だったでしょ。4月15日終戦記念日の日、けど僕は撮影に行きました。河川水門開閉式ダム発電とかね、その辺のことでちょっと細かいところの撮影ですけども、あの向こう側の河川に関してはもうほとんど撮影終わってます。で、どこに作るべきかっていうことを詳細述べてますから、それも本当はね、25年以上前から言ってるんですよ、蒲田発電とか。エネルギーの残存量問題とか警察官の人たちは覚えてくれないんでしょ。もうガスの残存量なんか技術的に採掘可能埋蔵量を国連もしっかりと発表してるんですよ。もう50年後はないですよ。で、国連からのデータは遅れて上がってくるから、2020年の石油のデータで 53.5 年分で、多分もう今年で50年もないですよ。消費がずっと拡大してるんですよ。1970年代で世界の消費量は、石油のね、消費量は1日5000万バレル台、5000何百万バレル、1バレルは160リットルぐらい。厳密に言うと158点いくらなんですけども、あんまり細かいこと言ってたらあの話ややこしくなりますから。で、年々データ増えてきてますよ、消費量。だって発展途上ここまで車どんどん売っちゃったんですもの。そうなりますよ。で、今年で多分1億バレルの消費多分突破します。1日平均160億リットル、もう絶対もうすごいスピードで、もうこんなところまで時代が進んだ。すごいスピードで石油がなくなって急に物流止まって終わり。日本人1億人以上死ぬ、まず間違いなく。秋田県で採掘してる量なんか 5% ないです、石油に関して。日本の消費量の賄いやってるもん。あともう全部海外からの輸入。そういう真面目な話もインターネット記事とかでもテレビの放送でもごく稀に出てくるんです。だけどもすぐに気抜く。勤務中に喋ってる人間絶対無理、仕事に向いてない。勤務中に笑い話なんかしてちゃダメ。そんな暇があるんだったらもう彼の言ってることが本当だからっていうことを議員に白状させないと。本当は隠蔽しようとしてた僕らの方が悪いっていうことで、ホームページで彼の書いてる内容のことの方が本当だっていうことで認めて、国連から上がってきてたデータで石油の埋蔵量が、技術的採掘可能埋蔵量が国によっては横ばいの国があったんですよ。おかしいって、ありえるわけがないって。深さがどんどん深くなってるんですから、採掘してると。ロシアなんかもう1万5000メートル以上そこまで行って到達してるんですよ。で、日本で昔のロシアの戦争のニュースとか放送して原油価格を叩こうとしたみたいなんですよ。もうむちゃくちゃ無理だから、そんな方法。
そうじゃなくて、僕は政府通して OPEC、石油連盟がある程度の権限持ってるんです。ある程度しかないですよ、権限。一般人の消費者も値段が高騰しすぎた、これは生活無理だって言うしかないですよ。1バレル120ドルの時あったんですからね、本当に。じゃあ1バレルが120ドル。1バレルが120ドル。ごめんなさい、ちょっともう、あんまり、ちょっと熱くなって物言うと、ちょっと相手がね、混乱したら、それ僕もこの声聞いてる人と繋がっちゃうから、僕もちょっと頭の中、普段言えてることが言えなくなっちゃう。そう、1バレルが120ドルです。そう。で、物流が止まるから、本当に。で、電気なんか発電できなくなる。原発も、いつまで稼働できるか分かんない。ウラン鉱も、本当に計測してるかどうか分かんないですから。で、ワールドビジネスサテライトの連中がふざけ始めて、中国の核兵器の保有数が2000発とか放送したんです。違いますよ。原発で使うウランの多分濃縮したものか、濃縮する。多分濃縮してから現場に運んできてると思います。本国の方に。アフガニスタンだとか、違う、あのあたり、ホームページに書いてます。それがどこのなんだったら、もう僕もね、自分で調べて、正確な情報を、掲載してるんですけども、どこの欄に何を記載したかのところで、もう書いてる欄の名称を見て判断してもらうしかないです、本当に。僕もあの情報量、本当はお手上げだから、もう目いっぱい毎日頑張ってる。そこで違法行為で金稼ぎしてる審判なんか見て、それテレビに向かって怒って言うなっていう方が無理ですよ。で、それ、そいつらがバレて訴えられたら困るから、警察官が審判団の中入りました。無理。その人たち違法行為いっぱいしてるから。巨額の金が動いてるところ、民間の税金、民間人の税金、一般人の、警察官も消費税でお金払わされてる。だから警察官も叱っていい、その人たち。元警察官であっても上司であっても。あなたのしてること法廷で通りませんよって言うてあげたらいいんですよ。言える。民事不介入。そんなもん、警察官として制服着てない時に民事訴訟したらできますよ。民事訴訟なくなったら大変なことになりますよ。愛知県に豊田市っていうところがあるんです。で、昔のその自動車産業とか、まあどういうふうな世界だったか知らない人たちだから、国がまとめた話知らないんですよ。昔自動車会社が30件か50件ぐらいあったらしいですよ。もう、過剰競争で軒並み潰れました。で、まとめていったんです。昔からの。合併の繰り返しですよ。なそういうことだったら、あのね、その、世界恐慌とか大恐慌っていうことをみんな学校の教科書で習ったと思うんですけども、義務教育で。それは、1920年代に、アメリカの議会で、銀行と証券会社が、偽証罪だっていうことを明確にしちゃうんですよ。で、そこで、スティーガル法っていうもの、日本の銀行法みたいなものができて、第二のスティーガル法とかができて、銀行が保有できる株の量はパーセンテージを決めておきましょうってみんな預けてるお金を。それしてなかったら、軒並み倒産したらみんな連鎖倒産起きますから。どこか一つが倒産すると。でって株に価値がなくなるんですもん。紙切れになったでしょ ?1990 年ぐらいにバブルが崩壊した時に。最初からこんな方法無理だったわっていうことで、証券会社の人たちが大きな声で言ってましたから、その時人間が手で合図してた頃、証券の株の取引の価格を。で、僕のテレビの方では、ワールドビジネスサテライトの佐々木さんっていう人が、髪の毛茶色で映ってるんですけども、その人も無理。建設業界人余ってるから余計な建物を作ってしまうんですよ。2011年以降、東日本大震災の頃に空き家の数が600万件台。それが今もう1000万件超えてるんですよ。未だに作りっぱなし、未だビル建てようとしてる。兵庫とかで。土地空いたら。
だそれやめなさいって言ってるんです。土地開けたら開けっぱなしにしときなさいよって言ってる。なのに、ワールドビジネスサテライトの佐々木さんは、担い手がいなくなっちゃいますねって笑いながら言ってるんですよ。建設業界の。僕から注意言ってますよ、何回も。それでも覚えられないんだったら、アナウンサーなんか無理ですよ。で、言っときますけども、議員だった人は名前変えて、テレビ局でアナウンサーとかで、コメンテーターとか出てますからね、本当に。無理ですよ。偽名なのとは偽証罪なんだから。民法でも刑法でもありますよ。民事の方だったらみんなに国のお金、国庫に返納して、その訴訟を頑張った人にお金渡しなさいって。ね、警察官の人とかだって取り締まって給与としてお金もらってるんだから。この話されたでしょ、昔は淡井圭介に。思い出したでしょ、僕の話遮ってた、その髪の毛茶色い人。もうその人も何回も僕に威圧的な行動の言動をするから、あんまり信じれない。で、髪の毛染めてない人で編成しなきゃなんだ、本当に警察官。で、僕がテレビに向かって大きな声を言っただけで、そことから絡んできてる連中なんかどうなるのって。夜の12時超えてもって。中には階段を大きな足音鳴らして上がってきてる連中だっていましたよ。年間絡まれてきた回数なんか、万超えてるんですから。1日で多かった時なんか200件超えてますよ。それで春山整骨院に隠しただから。向こうの方が。ね。こちらが原告だから、向こうが被告だから、明らかに悪いことしてる映像をもう裁判所に提出してるから、向こうが喧嘩を売るようなこと言ってきてること。集まってきてるから、淡井圭介でスポーツの勝ち負けとか経済動いてるっていうこと知ってるから、偽物ばっかり集まってくるんです。いいですか？ハリキューマッサージは中国政府も科学的根拠ないって言ってるんです。そうじゃなかったら中国から伝わってきたものだから。お灸は絶対に。お寺と一緒に。空海最長が証明してる。中国政府も認めてる。そんなややこしいものいらないって言ってる。中国政府も。だけども、銀行関係にいろんなところにお金ばらまいて。で、いいですか？今、藤原台の三井住友銀行の働いている人少なくなったでしょ？追い出したんです。私の方で。そこの銀行の貸し出し口に黒い服を着ていた女、そいつキャバクラで働いてたやつですよ。銀行が土地建物持ったらどんな商売し始めるか分かんないんですよ。お金儲けのことしか本当に考えてないから。いいですか？大企業ほど悪党いっぱいいますからね。覚えてくださいよ、警察官の人。全員本当に淡い警察官だっていうことで腹くぐってください。彼がちょっとぐらい叱るもそれ普通だって。裁判所の矢野裁判官だったと思います。女性の裁判官が言ってます。法廷で別の裁判僕が訴えたときに。ここで、訴訟中に、できるだけ私も冷静に努めますけども、私だって弁護士なしで裁判しますって、自分のことだから、被害者だから、怒るか泣くしかないんですよ、被害者は。今もう泣くの、もう頑張ってこられてるんですよ。今日泣いてる動画アップロードしてますから。ホームページ、淡井圭介の履歴の一番。大体、まだ、まあ、今アップロード中で、途中なんですよ。で、そしたら、審判が変なジャッジする。で、三浦監督も笑いながらごめんって言ってる映像があるんですよ。それ、挑発行為。民法でも刑法でもありますって。で、警察官で西村さんも認めてたでしょ？西村さんっていう警察官、誰がどこへ移動させたんです？調べてくれたんですよ。西村さんが。2014年ぐらいに西村さんっていう有馬警察署の警察官。本当は判例で、こういう住宅地で、あんなにたくさん車が出入りする建物建っちゃダメだって商業施設。ダメだっていうことになってるんです。ハリキューマッサージも商業施設です。介護も。そのこと言ったら、その西村さんが、どっか別の場所に移動させられてるんですよ。っていうことは兵庫県警か、もっと上の方が移動させたんでしょう。で、タラミックの警察官の人は、
俺らもこの人は普通だと思うとか言ってくれてたのは一回見ましたね。警察官も他の警察署と横のつながりしっかりしなかったらお互い疑心暗鬼になるでしょう。で、昨年の2022年の淡井圭介を精神病院に連れて行った時の警察官、自分から、じゃあ、その時は違うかな、そう、共産党の小池さんじゃないですか。こっちで本当のこと分かってるからとか言って、違う、その人たち、言葉の切り取りしてる。裁判所では今までの経緯が一番大事なんです。一番最初に何があったか。春山整骨院とか、その辺歩きながら、ここで淡井圭介に絡みに来た連中が、何千人と、もしくは万超えてるかもしれん。いろんな遠方からも来てるから。ね。バレたら困る連中ばっかり。違法行為ばっかり。で、河川水門開式玉発電とか、かまど発電とか、エネルギーの残存量問題、これ取り組まなかったら、日本人が本当に1億人以上近々全員餓死するっていうこと、物流とか止まるから、冷蔵庫も使えなくなりますから、電車も動かない。トラックも。備蓄の量ぐらい知ってます。石油が3ヶ月分ぐらい。ガスは90日分ぐらい、ぐらいとしか言えません。季節によって消費量が違いますから。無理ですよ。全員自分が名前とか住所とか名乗らない人間が公務員になったら、裁判所の裁判所の受付の人間とかが自分の名前明かそうとしないんですもん。自分たちが悪いことしてる隠蔽があって分かってる自覚があるから絶対名前を教えようとしないんです。公文書公開っていう法律があるから教えなきゃならないんです、自分の名前で。誰かが電話かけてきてくれて、彼の言ってることが本当だからっていうことを言ってくれてるんですよ。で、今ここが赤いランプが点灯してます。だからこれがどういう、普段は点灯しない、どういう仕組みなのか。バッテリーの残存量に関しては今 14% だから、普通は点灯するようなレベルじゃない。まあ、州は株式会社を訴えた時に一番最初に入院させられてるんですよ。多分ね、もしかしたらフルツラバークの勤務時1998年ぐらい、1日か、まあ、3日以内ですけども、宝塚三田病院にいられてる可能性があります。その、起こったか何かでね。そこで警察官が判断間違えてる。もう最初から民間から仕事しなかったら無理だって。この人の情報聞いてあげるっていう話だったでしょって。だから一部の警察官の人たちが僕に対して、警察官のその、隠蔽行為っていうのを見破ったときに、敵視した警察官がいっぱいいたんじゃないですか。あと国会議員とかの人たち。その頃は私が働いていた時は株式会社神戸ワインのフルーツフラワーパークですよ。社長は金井健一さんだったんですけども、その前が笹山さんで、その後市長になってる。で、神戸ウイングスタジアム、阪神淡路大震災があったね。全壊してる建物解体すりゃいいの。怒るなっていうのは無理ですよ。では裁判所の裁判官が法廷でも怒っていいって言ってるんですよ。しっかりと認めますって。で、何が今一番危険かっていうと、昔警察官の人も名札つけてくれてたでしょ。それしなかったらお互いの名前分かんないんです。忘れるんです絶対。10年とか経過したら無理ですって。そんなに時間経過したら。で、裁判所の当社室でね、自分が法廷に提出した内容、一回書類をコピーしてたんですよ。で、そこのコピー機もおかしい。1枚20円もするのと、いちいち、はい、いいえを聞いてくるんですよ。これでいいですかって。それされたら、こういう量をコピーするとき、ものすごい時間とお金がかかります。交通費とか。一日でできると思います。はい、いいえをいちいち聞いてこられて。だから もともと裁判所自体が隠蔽側だったから黒着せられてるんです。黒い保衛服ね。これが本当の話です。
ローマ法王は攻めてということで白です。攻めてそこの一番トップぐらいはっていうことで、もう一からこの状況を立て直そうとしたら国全体はね、議員で違法側に回った連中が多すぎるから集団で隠蔽でしょう。だから三権分立があるんですよ。だけども民事訴訟法の総理が裁判妨害できる、その訴訟を取り下げ棄却させれる内容とかがあるから、だからインターポール、国連に助け求めるしかない。で、淡井圭介を助けることができなかったら、自然再生可能エネルギーの河川水門開閉式玉発電とか蒲田発電とか普及できない。マグマ発電も本当、マグマ層は九州とかだったら近い、地下300メートルにあるから、ロシアとか原油とかでね、ガスとかの採掘で1万5000メートルも掘ってくれてるんだから、300メートルぐらい頑張って掘れますよ。それで阿蘇山とかの噴火とか収まりますのに。あと九州、まあそうなんだけど、なぜ九州の南の方、昔から噴火多いでしょ。マグマ層がすぐ近くにあるからですよ。それで発電してうまくいけば、その中に金属類が入ってるかもしれない。融解して、融解って溶けるの方ですよ。まあ、自国で賄えるのに。何のためにシールド工法、穴掘るのシールド工法って言うんですよ、トンネルの。あれ自動化にしたのか分かんない。で、九州の方で原発5基分も自然再生可能エネルギーの電力余った時にシャットアウトしてるんですよ。安定力はどうこう言うんですけども、余った自然再生可能エネルギーで電力が余った時に、その電力でシールド工法を動かしたらよかったんですよ。今頃惚れてますよ。頭悪いんです。頭悪い人に頭悪いって言ってあげた方がいいんです。それで自覚が生まれるから。どこが間違えてるかの自覚が生まれないから。本当にこれ25年も経過して政府が全然助けてくれなかった。ずっと僕を隠蔽してたんですよ。強制入院させて9回も、1回の入院2年、何十ヶ月、2年、まあ、な、大体3ヶ月ぐらい、20日ちょっと、9回もその話聞いて笑ってたのが他球団、阪神タイガースの対戦。これ明らかに挑発行為ですよね。で、侮辱罪ですよね。まあ、まあ、けど、そこまで刑事事件化しないから、だけどもお金で償ってほしい。本当に。この辺歩き回ってるんだから。そんな余計な交通費あるんだったら、移動して車なんか乗ったりするから余計ガソリン消費するんでしょって。ヤクルトの元監督の真中さん、この辺、軽自動車で横通り過ぎたりしてる。タモリさんもそう。タモリさんは軽自動車じゃない。外車、大きな車、白色、横幅の広い、ジープをトラック化したもの。まあ、あんなもんガソリンものすごい消費する。もう電車通ってるのに。もうバレたら、もう見つかったらバレたら、もう法廷に、もう世間にバラされたら困るようなことしてる人間ばっかり車乗れたから。エネルギーの残存量問題全然守らない。もうそんな人テレビに出さなくていい。テレビ出たら、著作権法で画像とか音声とかその人に給与を上乗せとかされるんだから。だから巡査とか巡査部長程度の人じゃ僕のレベルの話についてこれないんですよ。317番にいろんな法律名出してますけども、他の番号とかこれから裁判所に提出する予定のと、もう国家賠償法とか言います。私から言わせたら、司法修習生、法政大学行った人間なんか税金で行ってるんですよ。ほとんど税金で建物とか建ててるんだから、国立なんか全部そうだって。国立って書いてるでしょ。すぐ答え分かんなくなるんでしょ、僕の言うことを信じれないから。もう髪の毛染めてる警察官全員丸刈りしなさいよ。年齢問わず。髪の毛黒色に染めてる白髪の、もともと白髪の人もみっともない。白髪になってるからこそ、いろんな人たちがね、いろいろご苦労があったんですねって言ってくれるんですよ。何を海洋基本法違反までして髪の毛染めてるんです。そんなもん河川海に流してるに決まってるでしょ。頭洗ってるでしょ、本当に。自覚がない。
でもうこの話を一般人の人が分かったら、その共産党の小池さん調査してください。淡井圭介を昨年強制入院、他の県でも何件関わってるのか。顔がすごく似てる。でテレビ出てるときは私はその人ではありませんって言ってる。で共産党のトップの C さんがこの辺歩かされてる。でその人は髪の毛剃れる女性の秘書か何かを連れている。怪しい、正直。なぜ男性じゃないのか。もう一度言う。1956年売春防止法が出来上がったの。その法律が出来上がったっていうことを10年以上ほとんどの人間は知らない。もともとそういう世の中。っていうことは1970年ぐらいまでほとんどの人間はよく分かってない。六法全書とかみんな購入してないんだから。嘘か本当か分からないこと昔からテレビ平気で放送してるんだから。開き直って。昨日報道ステーションの大楠さんが番組終わる前に最後に言ったのが、あんまり本当のこと言わないでくださいって笑いながら言ってるんですよ。もうやめさせた方がいい。真面目に仕事する気ないから。その人も太ってるかな。あんな体型普通ならない。話聞いてくれたらもう分かるでしょ。彼が被害者だっていうこと、淡井圭介の方が被害者だって。だから時効狙いだったんじゃないですか。 YouTube にアップロードし始めたのも高近年ですから。だから電波、コンピューターでの電波での脳へのアクセスとか、それもあの警察官も認めてるから、そういうの科学業界やるって。理化学研究所は行政の持ち物であって、富士通 100%、 そこも国のお金が投入されてる。かなりの大金、スーパーコンピューター、経も富岳も。神戸にあるって言われていたから僕も見に行ったけども、ポートアイランドまで実費でね。で一応なんかある程度のところは見ますから見ましたけれども、スーパーコンピューター K はね、一応 K って書いて置いてあるんですけども、本体本当に神戸だと思います？そんなに重要なコンピューター、よくわからない。政府はどこまで本当のこと言ってるのか。政府はだって平気で嘘言うんだもん。で警察官も今この件は話してないからって、ちょっとまあ僕の件で助けれそうな件だから、まずのところで言うと、そのエロ業界関係のインターネットで調べているとき、ゴキブリ入れてくる連中と、そのカメラね、3カ所カメラ、はあ、ここの住宅の階段が3カ所にあるから、もう正直もう100メートル離れている地点からの声聞こえてくるから。で窓閉めなさいよっていう警察官もそれなし、無理。エアコンとか使ってたら訴訟できなくなる。だってコピー代とかと会社の東京代とか交通費代で、もう途中までですけども、僕も 6万円ぐらい使ってますもん。他の件訴えれない。でもともとその長時間労働をさせていた竹縄さんも、吉川君っていう、まあ、もしかしたら僕より年齢上なのかな、同い年ぐらいなのか、まあ、ちょっと、うん、もう若い頃ですから、その頃僕も2000年から2001年の頃でしたから、竹縄さんが現場出たらよかっただけの話でしょって叱ってくれたんですけども、僕新人のその年に年末に13連勤させられてるんですよ。週6日の勤務だったのに休みの日まで出勤制って言われて、本当隠蔽しようとしてた心がどっかあったんじゃないですか。本当に、いや死ぬでしょ、居眠り運転とかで。誰が指示出したんですか、そんな長時間労働。今でも謎です。少なくとも秀和株式会社の社長の矢野さんは両サイドを警察官に抱えられて捕まれて連れて行かれています。
本当。裁判所では真実が全て。そんな無茶苦茶な経営の仕方したら捕まるっていうことぐらい知っとかなあかん。さっき言った労働基準局の監督官も刑法を使えるって。ちゃんと法律読んだら分かる。もうこっちは分かってるから言ってる。法律読んでるから。六法全書見せましょうか。今何を LINE してると思います？昔の六法全書、これ平成20年、こっちは都政六法、これないと無理。公文書公開の法律とかで、現行法規とか現代日本法規で各政令指定都市は市のことですよ。都政六法の内容に従わなければならないっていうことになってます。これでいいんです。正解ですから。各市で条例身勝手に作り始めますから手に負えなくなる。もう今の国会議員の人たちもそんなに細かい法律とかもういちいちもう手に負えない。コロコロ法改正してるから。本当に無理。人間が対応できるレベルじゃなくなってる。さらに今までの経緯がどうだったかで判決の内容とか変わってきますから。本当に訴訟は大事に扱わなきゃならない。だけどもう僕の件ずっと停滞してる。停滞してたら多くの将来の人たちの生命が絶たれます。物流が全部止まって。日本だけじゃない、他の国だって同じ。結局90億人の命がかかってる話。今でも嘘だって思ってるんでしょ。1万5000メートルまでロシアに掘ってもらっておいて、サハリンとか掘りに行ってるの日本のメーカーらしいですよ。カタールのガスの採掘に関しては日本のメーカーが設備を投資しています。第二次世界大戦負けた日本だからですよ。労働力出しなさいっていうことですよ。自分たちで頑張らなかったら復興なんかできない。その頃為替相場ものすごかったですから。あんまりにも為替相場安すぎたからアメリカが、じゃあ為替相場がむちゃくちゃだったから、本当は国の国力を表すものが1ドル360円、1ドル360円ですよ。今の1ドル150円でも150円近くですけども、めちゃくちゃ安い為替相場。もう日本自体、僕は本当のこと言っていろんなところ建てすぎた建物とかもう撮影終わった後ですから。それ違法行為じゃない。警察官が判断間違えてる。裁判官も判断それ違法行為って言うんだったら裁判官下ろさなきゃならない。国民の税金とか使って建ててる建物いっぱいあるんだから。日銀が政府の所有物なんです。 51% 以上国が出資して、行政が出資して日銀を作るって銀行法に、確か銀行法だったと思います、書いてます。それもホームページに記載してますよ。サイバー攻撃かけてきて僕の文章とか行を入れ替えられたりしてますから。もうむちゃくちゃ警察官がずっと味方ついていなきゃなんならないでしょっていうこと決まってたの。議員が今度割れそうになったら議員が紛れ込んできたんでしょう。その議員の人が悪いですよ。もう僕なんか結婚まで取り上げられたようなものですよ。警察官に裏切られて。警察官法律守ってた僕は被害者で、僕の方に全員つくはずですから。でまず悪い警察官と警察官を摘発、裁判官もアダルトコーナー認めた裁判官、多分そういう判例があるんだと思います。そうじゃなかったら絶対レンタルビデオショップなんか運営できないんでしょ。けどそれを認めてない判例だってあるはずですよ。で性暴力だから暴力団だっていうことになってる。複数で行ってるから。他の法律見たら複数で裁判所で暴力団って認められたらそこ暴力団なんだから。エロ業界のこと、なぜそこはお話になってるんですかって。もともと総本山は東京、その次大阪、その次に悪いところが愛知県、もう人口と同じで、その次ぐらいが福岡、もしかしたら神奈川県とかかもしれない、千葉県とか人口多いから、埼玉県とか。少なくとも僕で1軒ぐらいはレンタルビデオショップですけども倒産させて二度とシャッター開けさせないようにしてますよ。神戸地方裁判所の近く、神戸大学附属病院の近くで、心ある人はよく歩きながら真面目な顔でね、
本当はこの人一人だけ戦わせたらダメだからって、法廷は闘争の場だから戦う場ですよ。だから戦ってはダメだとかいう人間は、だから怒ってはダメだっていうルールを使うでしょ。それ泣き始めたらもう全然もう抵抗する気力がなくなってしまうんですよ。だからもう原告が絶対怒っていいっていうルールを採用しなきゃならないって、裁判官がそれ分かってるから法廷で認めてるんです。以上。ここまで分かったら、警察官も、挑発行為。これで、明らかに映像で政府の判定をアウトって言った判定に関して、もうその人たち、お金払わしたらいい。罰金刑。道路交通法違反と同じ。それしなかったら、本人たちを法廷に呼び出さなかったら、悪いことをしてるっていう自覚がない。いいですか？そんな件に集団訴訟されたらどんな金額になると思ってるんです？スタジアムにいらっしゃってる阪神ファンの数見たらわかるでしょ？僕の件のこと知ってる一般人いっぱいいますからね。で、多分もう安倍総理も本当は死んでない。死んだことにして、その電波から攻撃されてしまうから、どうしても。それで逃げてるんじゃないですか。別に僕、安倍さんは責めるつもりはないですけども、なぜ入院させられてる時に、安倍さんとかすぐに精神病院から出してくれなかったんです。三田だったら三田市。三田市長が出し上げたらいいだけ。多分、三田市は、これは本当です。本当の話ですけど、今から本当の人口の話しますよ。1970年代が約7万人。今人口14万人突破してる。絶対仕事なんか行き渡らない。だから癒着をする。行政と警察官が。で、すぐに精神病院連れて行って、精神病院の売り上げにしようとする。それで雇用が生まれるかとか考えてしまう。頭の中で。バレてる、すでに。だから警察官が病院と繋がったら終わり。エロ業界側だから認めてしまってる。あんなの設備みたいな、わかる？もともと潰れた病院とか使ってエロ業界は撮影したんじゃないですか。これぐらい、刑入っているものの言い方で、これ大きな声言うなって言うんでしょ。小さい声って言えって言うんですか。触りませんよ、誰にも。この人ももしかしたら隠蔽側なんて違うかなって逆に疑われますよ。この人強制わいせつされたのに、なんで裁判始まないのって。でしょ？下手したら僕の方が疑われる。安倍さんと知り合いだったとか、菅さんとも会ったことあるとか言ってるって。違います。もうこの国で総理になる人は淡井圭介と会った人間しか総理になれません。天皇陛下とか多分海外の国連が認めない形になってると思います。およそですよ。わからないですよ。違い保険を知ったら、そこの国のことは任せておかなきゃならないとか思うかもしれませんけども、いろんな事情が、ハーグの司法裁判所で、裁判を行われたら、その通りに従わなかったら、国連から脱退させられるんですか？国連条項見たら、条項見てわかるでしょ？もうかなりのことは、もう先から見ていてわかるでしょ？だからもう30歳の頃から、ね、弁護士なしで裁判勝ってるんだから。平成31年度版の六法全書とか持ってきましょうか。自分で実費で買ってますから。絶対あなたたちより勉強してる。実費。ずっと節約して頑張ってる。これが平成31年。法律増やしちゃダメなのに、もともとこんがらがってしまうから、矛盾がある法律がたくさんあるから。平成20年から21年にかけ、ああ、31年にかけて、100ページ以上法律増えてるんです。記載されてる内容のものが。多分200ページぐらいか300ページぐらい。お手上げ。扱ってる方が分かってないから。で、これが判例六法。これも実費で買ってます。これは平成21年。まだ持ってきますよ。都政六法。平成19年じゃ古いかなと思って買い直してますから。誤解性とかされてると本当に法律で求めてこない。
はい、都政六法令和2年、令和っていう言語も河合圭介をテレビに出すんだったら四季があるから際っていう言語だったんです。僕は提案したんですよ。で、こういうむちゃくちゃなずっと河合圭介をテレビに出さないんだったら令和って言ったんです。提案もう腹割った話で、もうそちらで決めてくださいって、どうせ僕には権限ないんだからって。見ていて心が辛くなった人が心ある人です。僕の立場になって考えてください。今まで結婚話をしてテレビ局に出て希望だけ持たせて別の男と結婚して金稼いでる連中と、もともと無理なんですよ金稼ぎの思考は。みんな お金に飢えてしまうから、なんか法律違反側になる平気で、自分の生活がどうこうだって言い始めて、どうこうああだこうだ言い始めて、だから最初から金稼ぎで